ステファン・パスキエはフランス・パリ出身の騎手である。香港における名前の中文表記はカシワ式。1994年12月からロベールコレ、旧車所属の見習い騎手としてデビューする。2001年5月にコリーダ賞をアクセレレーションに騎乗して制し、重勝初勝利を挙げる。同年フランス競馬のシーズンオフを利用してシンガポールターフクラブで騎乗する。 2003年年間74勝を挙げてリーディング8位となり、自身初のトップ10位を果たした。2004年7月にダニエル・ウィルデンシュタインのセカンドジョッキーとなる。10月24日にはロワイヤル・ウォーク賞をウェスターナーに起乗して制し、G1 初勝利を挙げる。11月には第24回ジャパンカップに出走するポリシーメーカーと共に初来日を果たす。 日本での初起乗は11月27日の東京競馬第3競争で10番人気のイグニッションに起乗し7着。ジャパンカップは14番人気と低評価だったが4着という好結果をもたらした。2005年12月に第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場。24点で9位に終わった。2006年10月1日の 第85回外線門章でレールリンクに起乗。ディープインパクトら有力場に干渉し、見事初の外線門章制覇を成し遂げた。2007年185章を挙げ初めてリーディングジョッキーとなる。習得賞金でも1位となった。12月に第21回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するため来日。シリーズでは未勝利に終わったが、 12月1日の占領賞では、ロードバリオスに騎乗して勝利し、来日初勝利を果たした。金額の単位はユーロ。金額の単位は円。JRA ホームページトピックスコラム、競馬コラム海外ニュース2012年5月22日、閲覧。ありがとうございます。